皆さんこんにちは。あからの忍び農家担当、たかちゃんでーす。はい、今日は普段と趣が変わりまして、僕が、ちょっとね、忍びのちょっとしたノウハウみたいなのを、ここのチャンネルで、皆様にちょっとお伝えできたらなと思って、今回、撮らせていただきました。それでは早速ね、忍びっていうものを、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。ということで、こちらが忍笛というものでございますね。よくね、皆様が笛とか横笛、なんていう風に、言っているものがこちらの笛になっております。もう見たままですね。もう竹、竹に穴を開けただけというね、本当に、すごくシンプルな楽器になってます。素材としましては、篠竹という竹から作られてますので、篠笛というふうに、呼んでおります。これ実はね、本当はこういうふうに生えてるんですね。ちょっと皆さんこういうふうに思われがちなんですけど、こういうふうに生えてまして、節と節を切りまして、でね、竹っていうのは節のところ以外は空洞ですので、そこに穴を開けただけという、すごくすごくシンプルな楽器構造になっておりますね。こちら7つ開いているところ、これ指穴とか手穴っていうふうにですけれども、こちら7つ開いておりまして、1つ離れたところにあるのが、これが歌口とか吹き口っていうふうに、呼ばれているところです。ここに口を当てまして、まあ、こちらに指穴、手穴の方に指を添えて演奏をするという形になっております。ちょっとどんな音がするかね、お聞きください。っていうね、なんかね、ちょっとどっかであれなんか聞いたことある音だななんてね、思うかもしれません。まあね、お祭りですね。こちらの楽器よく使われるのはお祭り、まあ、神社とかでね、まあ、屋台があって、まあ、そこでねピーヒャラピーヒャラっていうね、よく聞くと思うんですけれども、そのとこピーヒャラっていうのが、まあ、今のねディーって高い音、こちらの音を駆使した江戸の祭り囃子、そうですね、とかで聞くことができると思います。もう今ね、多分どこのお祭りに行っても必ずね、こういうような音はもう必ずね、どっか生でやってるところもあれば、テープでね流してるところもあります。ちょっとね、耳を澄ますと、聞こえてくるかもしれないんでね、ぜひぜひ神社の境内かな、神社の境内とか行くと絶対流れてると思います。あと絶対流れてるところといえば神田明神ですかね。あそこはなんかお賽銭入れるとなんかそのコマ獅子っていうんですかね、獅子舞がね、なんかこう動くおもちゃがあって、それ流すと必ずこのね、音が聞こえてくるんでね、ぜひ興味がある方は行ってみてください。その他にもね、民謡ですとか、あとはお座敷ですね。お座敷って言ってもね、ちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、芸者さんですね、芸者さんですとか舞妓さん、の方々が芸をするときに披露するときのこの笛っていうのがあります。そして私がやっている劇場音楽ですね、日本舞踊、長唄、歌舞伎、その中でも使われるのがこの忍笛っていうものになっております。最近では、もちろんこの忍笛を使って、これドレミファが出るので、いろんな現代曲ですとか、あとそれから何ですかね、アニメの音楽とか、劇中歌とかね、そういったところで使われる、楽器になっております。ここからが余談になります。こちらの忍笛、本当ね、もう昔っつってもいつできたかっていうのはもう定かじゃございません。もう何せもうとにかくこうシンプルな楽器です。多分もともとは中国から来たと思うんですけども、日本でもね竹はもちろん、自生しておりまして、節と節で切って穴開ければ音が出る楽器ですので、すごく庶民に、親しみやすい楽器だったんですね。ですのでこの楽器っていうのは本当になんかもういつができたのかっていうのは、これはもう多分探すのは無理だと思うっていうぐらい、本当に親しみやすい楽器です。もうこれ1本あれば楽器として成立してますので、カバンの中にポンって入れても、持ち運びますできますし、なんていうのかな、まあ、とにかく軽いっていうのが一番のメリットですかね。他の楽器、もちろんうちには琴がいます。琴でかいですよね。自分の身長よりもでかいです。に比べればこれですからね、めちゃめちゃお手軽、な楽器ですので、すごく、ちょっと前まではね、まあ、今でもそうですけれども、すごくね手軽に、手に入れて、でもプロとかアマとか関係なく、楽しんで、やって遊べる、楽器だったわけでございます。ただ、この楽器にもいろいろ実はね、
ありまして、昔はこうではなかったんですね。っていうところで、普段はここまでは言わないんですけども、今回 YouTube あからのね、このチャンネルでございますので、今日はちょっとだけ、深掘ってみます。まずは僕が使っている楽器たちですね。はい、今日は全部持ってきました。こちらでございますね、はい、これ全部シノベでございます。まあ、ちょっと1本違うのが入ってますけれども、こちら、これが全部シノベになっております。はい、何が違うのかと言いますと、まずは、長さが違います。一番長いのがこちら、そして一番短いのがこちら。そんなに違うんですね。わかりますかね。そう、まあ、なんでこんな違うの、でなんでこんないっぱい持ってんのってね、多分思われる方もいると思うんですよね。普段さっきだってね、自分で言ってたじゃないですかね、これ1本あれば楽器として成立するって、なんでこんなに持ってんだっていうね。そうなんです。実はその確かに楽器は1本として成立するんですけれども、僕ら劇場音楽で演奏している笛方、はこれぐらいないと演奏ができないんですね。それはなんでかと言いますと、実は主旋律の楽器なんですけれども、伴奏楽器として僕らは使ってるんですね。なので合わせる人が必要なんです。何かと言いますと、三味線とか歌、こちらに合わせるわけですね。でこちらの歌舞伎とか長唄の音楽の、三味線とか歌っていうのは、まあすごく、なんとかすごいセンシティブな楽器でございまして、糸がすぐ伸びてしまう。伸びてしまうと要はピッチが下がっちゃうわけですよね。でそれすると、要はこう一本投げだと、あやばいやばい、これじゃちょっと低くならないなっていう時に、これのちょっと低い笛をこうやってパッて出すわけですね。こうちょっと上にこう数字が書いてあると思う。こちらの数字、こっちはチョンって書いてありますね。なんか6の下に点が書いてありますよね、この点何っていう思うかもしれないんですけれども、要は半音の中に僕らは4つずつ音を持ってるんですね。こういう感じね、6点6点点6点点点っていう風にね。でほんのちょこっと高かったり、ほんのちょこっと低かったりっていうのを微妙に操作しながら、笛を変えるという手段にやります。こちらの楽器2オクターブ半までしか出ないんですけれども、音が出ないんですけれど、どうしてもね、それ以上それ以下っていうのは全く出ないんですね。2オクターブ半くらいと思っててください。で、まあ、もちろんメリカリ、ちょっと専門的な用語になっちゃうんですけども、笛をちょっとこう自分の方にこう持ってったり、相手の方にこうちょっと出したりすると、少しこうシャープになったりフラットになったりする。ただそれでもやっぱりそれだけだとずっとね演奏はできないので、このように細かく、笛を分けてで演奏しているということなんです。で、これがまあ僕がいつも持ち歩いている楽器シノブエなんですけれども、今日はさらに、普段はこんなに持ってこないですよ。さらにいろんな笛、これもシノブエだよっていうのがねありまして、こちらかっこいいですね。黒、こうね、すごい光ってて高級そうですけども、こちらもシノベでございます。これは漆っていうのを表身に、黒漆ですね、これをバーって塗りまして、すごく、普通の竹とはまた違ったね趣で演奏される、若干音も変わりますけれども、これで演奏されている方もたくさんいらっしゃいます。でそしてこちらもシノベですね。こちら、これは昔というか、まあもちろん今でも使ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、穴が6個しかないんですね。 1,2,3,4,5,6 穴が6穴のお笛になってます。でこれは、まあ、どこで使われるかというと、基本はやっぱりお祭りですね、祭礼とかそういったところで使われるお笛になっております。そしてこちら、なんと変わんないじゃんっ
って思うかもしれないんですけれども、こちらも忍びでございます。まあ、見たら分かるんですけれども、ただ何が違うのかと言いますと、これは現代の方にアレンジされておりまして、忍びというのは基本的に、絶対音はございません。ピアノみたいにどの音を出せばどの音が出るかといったらそういうわけじゃないんですね。ただそれをなるべくその忍びでも、どんな方が吹いても、どの音に近づけられるような、改良がなされているわけですね。まあ、ちょっとここの穴の大きさと指の間隔の広さ、ここのところがちょっと注目のポイントでございます。はい、比べてみましょうね。僕が普段使っているのはこういうことなんですけれどもね、だいぶ穴の間隔や大きさ、かなりいろいろありますよね。こちら側の笛の方が見えるかな、これなんですけれども、今は、やはりどなたでも手軽に、そしていろんな幅広い楽器と演奏をするセッションをするっていうのを、やはり、たくさん求められているので、最近の忍笛はここまで改良されているというふうになっております。はい、で普段僕が使っているのは、まあ、これドレミ笛なんていうふうに言ったりもするんですけれども、僕が使っているのは普段はこの歌用の忍笛っていうものを使っております。この歌用の忍笛、ただこの歌用の忍笛、誰が作ったのかと言いますと、5代目6代目の福原百之助先生、が、開発、大正から昭和ですかね、昭和初期にかけて開発されたというふうに言われております。はい、だから今現存これが、ここまで改良してて、さらにドレミ笛っていうふうに言ったのも、福原百之助先生のお力なのかなっていう、本当にありがとうございます。ということで、ここまでがね、忍笛の、説明だったんですけれども、ちょっとここで、この忍笛、さらにね、簡単な、ちょっと皆さんにも、多分親しみの安い曲、をちょっと聴いていただこうかなと思いまして、次の曲を、演奏させていただきます。滝廉太郎作曲、工場の月、お聴きください。ということでね、工場の月を、お聞きいただきました。多分ね、聞いたことが、もちろんあるとは思うんですけれどもね、最近なんか学校の教科書載ってないっていう噂もちょっとちらほら聞いたりもするので、あれっていうふうに思うんですけれども、お聞きいただきましてありがとうございました。工場の月でございました。続きまして、もう一つ実は欠かせない笛があるんですね。それが何の笛かと言いますと、冒頭で、僕が紹介した忍笛能管担当、その能管っていう楽器ですね。能管っていうのが何ぞやっていうと、こちらでございます。はい、先ほどの忍笛に比べますと、だいぶごついでございますね。はい、こちらの能管という楽器でございますけれども、これ違うのは見た目だけではございません。かなり複雑な構造になっております。まずこちらの、竹をまず普通にこれ作りますね。で、まあ、竹をこう8つに割るんですね。パン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 、8つに割って竹の内側を外側に持ってくる。
ここで、あ？ってなるじゃないですか。そうなんです。竹、これを割っちゃうんですね。割って、炙って、竹を柔らかくしたのを、こう、内側の硬い部分を表に持ってくる。だからここに見えてるのは内側の部分なんですね。内側の部分を外側に持ってくる。で、ひっくり返したってことです。グインッと曲げちゃって。で、それを、この刀というものでぐるぐる巻きにして、縛り上げるんですけれども、ただここでもう一つ、さらにここにノコを入れて割っちゃうんですね。割っちゃって喉という楽器、喉という、さらにパーツを入れるわけでございます。はい、喉って何かって言ったらここに喉ってねあると思うんです。この喉を入れるわけじゃないですよ。細く薄く切った管をこの中に入れてドレミが出ないようになっております。はい。そして素材はこれも実は見えないと思うんですけども、いろんな竹でできるとは思うんですけれども、こちら篠竹、これも篠竹なんですね。でも篠笛ではございません。こちら農館という楽器でございます。はい、主な使用場所としてはやはりこれは農館と言ってるわけですから農ですね。もちろん農はね、ご存知の方、知らない方はいないとは思うんですけれども、能楽堂ですとかね、そういったところで演奏されているものが能、そして歌舞伎ですね。歌舞伎っていうのはこの篠笛と能管2つセットで笛方っていうのはやります。で、そしてあともう一つ、もう一箇所、これはね、知ってる方知らない方これいるんですけれども、京都の祇園囃子、京都の祇園ですね、祇園というお祭りが、祇園祭りという、京都の一大イベントのお祭りがあるんですけども、そちらで吹かれているのもこちらの能管、なんですね。面白いですよね。なかなかそういったお祭りでこう能管を吹くっていうのはなかなかないと思うんですけれどもね、本当にだいたい大まかに分けてこの3箇所ぐらいでこの能管っていうのは主にはもちろん能です。ただ僕らは、この2つ、そしてアカラの曲の中でもこの2つを使い分けて演奏しているというふうになっております。そうで、こちら能管の、こちらまたここから余談になります。こちら能管の構造なんですけども、普段このままパッと見せて終わっちゃうんですけども、今日は一味違います。持ってきましたよ。でれん、はい、能管を縦に輪切りにしたものでございます。ここ何かわかります？これ鉛が入ってんです、ここのところに。そして先ほど言ってた喉っていうのがここの部分なんですね。ここに管が入って、見えるかな、ドゥドゥンとこういう感じでね、表見はちょっとふっくら、ここですね、ふっくらしてるように見えるんですけども、中は実は狭くなってるんですね。そこで空気の流れが、こう変わりまして、わざとドレミを出さないように。ただこれはなんでこれがこうなったのかっていうのが全く分かってないんですね。能管の最初にできた時っていうのがもう分かんない。もともとは多分流的、日本にはね、一番先に入ってきた、音楽といいますか、儀式音楽ですかね、雅楽というものがございます。よく間違えられるんですけど、雅楽ではないです。僕らがやってるのは雅楽ではないです。雅楽で使われる流笛という楽器がございまして、そちらもこの能管と瓜2つなんですね。ただ何が違うのかというと、鉛も入ってませんし、喉も入ってません。ドレミは出そうと思えば出せるはずです。なんですけれども、この能管、どういうわけだか鉛を入れて喉を入れてしまったという、これが本当にね、不思議な、ところでございます。そして、それが能で使われるようになったってね、能って言えばもう世阿弥とかね、もうそういった、世界でございます。その悠久の時を経て、ずっとこの楽器は未だに脈々と演奏させる、そして、演奏するっていうことが多くなって多いですね。はい。で、どんな音がするのかっていうと、こちらでちょっとね聞いていただきたいと思います。こういったね、優しいふわっとした音から激しい鋭い、音、このヒヤヒーっていうのもどこかで聞いたことがあるとは思います。テレビの CM とかでもね、よく、流れることが多いですね。
ただもちろんね、ボリュームはかなり小さく絞られているので脳幹かどうかはわからないですけれども、でもう一つ、まあ今時期的にね、まあもうそろそろ秋にかかってしまいそうですけれども、まだまだ夏ということでね、こんな音、知ってる方知らない方、これはね極端に分かれると思います。最近は少なくなってきました。お化け屋敷、お化けが出る時の音、ヒューのヒューっていう音ですね。ヒュードロドロっていう風にね、言ったりもしますけれども、そのドロドロっていうのは大太鼓なんですけど、このヒューっていうのがこちらなんですね。でもこちらの音、実はふざけてるわけじゃなくて、実際歌舞伎でも、使われることが多々多々多々あります。歌舞伎でも日本舞踊でも長唄の演奏会でも使われることが多々ある音、ふざけてるわけじゃないんですよ、実際これは寝取りというふうな、言葉があって、これは、実際劇場とかで見ていただけると、この音はどっかで怖い階段とかね、ホラーがあれば必ず、そしてお化け屋敷、特に日本のお化け屋敷です。あの最近流行りのスプラッター系じゃないですよ、あの裏飯屋の方ね、あのこう三角形で白い着物を着てこういうやつが出てくる方のお化け屋敷では、これは必ず出てくると言っても過言ではございません。はい、あのなんか銃とかこうなんですかね、チェーンソーとか、ナタとか持ってるような方では行かないでください。そっちの方では流れません。はい、というようなこういうね、面白いような音が出ます。でこれはもちろん先ほど言いましたように、メロディーが出ません。何がするのかというと、リズムを、奏でたりとか、風景、森羅万象、そういったものを表すときに使われる、ものでございます。だから基本的にセットで、単品で吹くことはあまりなくて、基本はやっぱりこう締め太鼓、能ですので締め太鼓ですとか、大小、鼓、小鼓、大鼓、こちらの楽器とセットで演奏されることが多いですね。あんまり単品で演奏されることはございません。はい、ということで、やっぱ篠笛にも、独奏曲というのがございます。古典の独奏曲っていうのはないんですね。先ほど申した通り、三味線や歌と合わせて伴奏楽器として成り立ってきた楽器でございます。ですので、あとお祭りですとかね、そういったことで、成り立ってきた楽器でございますので、どうしてもこう独奏曲っていうのがやっぱなかったんですね。はい、あの尺八とか、三曲の方、の方では独奏曲というのがね、確立してはいたんですけれども、残念ながら篠笛の方には独奏曲というのがほとんどない、ということで、福原百之助先生がお作りになった山桜の歌という曲を、ここで聴いていただきたいなと思います。この曲は、和歌山牧水さんの、短歌山桜を題材にとしまして、うちの、福原百之助先生が、これをイメージしてでお作りになられた曲です。うらうらと照れる光に煙りあいて咲き沈もれる山桜花という言葉がね、短歌の中にあるんですけども、まあ、それがね、まあ、すごく綺麗な、言葉なんですね。その言葉をイメージして、そして山桜をイメージして、福原百之助先生が、お作りになられた、山桜の歌を、お聴きください。
はい、山桜の歌お聴きいただきました。ありがとうございました。はい、いかがだったでございますでしょうか。なかなかね、笛の独奏っていうのもね、味があっていいものだったなって思います、今ではね、本当にたくさんのいろんなねジャンルで、問わず、忍っていう楽器は入っておりますし、そしてうちのバンドアカラ、こちらでもね、忍こと、能管、っていうのはね欠かせない、和楽器の要素になっております、ぜひぜひね、こちらのチャンネルの中にはたくさんライブ映像もございますし、そして、ここがね演奏した映像もあります、はい、そしてやってみた企画なんていうのもね、やってますので、なんかねちょっとおもろいなってこいつらなんやねんって思った方は、ぜひ高評価ボタンやそれからコメント、そしてチャンネル登録を欠かさずお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。